ビセリップは日本のビジュアル系ロックバンド。所属事務所はデルファイサウンド。所属レーベルはマーベラス。サトシボーカルユーギターイギター、ルイベースとヒャドラムスギター界をリーダーとし、現メンバーで2007年の七夕に結成されたビジュアル系ロックバンド。バンド名ビセリップの由来はビスタとリップを合わせた造語である。厳密にはビスタとリップは四角。 聴覚の意味を持たないが、ビスタイコール眺めとして、視覚を意味し、リップは、唇から発するイコール耳に届くとして、聴覚を意味している。通称、ビストリと略されることが多い。楽曲すべての作詞を、ボーカルサトシが担っており、ストーリー調やメッセージ性の強い歌詞が特徴。他メンバー4人ともが作曲でき、ジャンルにとらわれず多彩な楽曲を揃えている。 毎年結成日である7月7日七夕に周年ライブを ZEP 東京にて開催することが恒例となっており、2019年7月7日には12周年ライブを開催した。ありがとうございます。